はい、ディズニーマジックキャッスル2続きからやっていきたいと思います。ですね今日は誰がいるかな。あ、待って、こっち、あれ、なんか前回もアラジンじゃなかった？なんかアラジンばっかやね。はい。じゃあね。ですね。まず今お時間がですね、お昼、もう喧嘩だよね。あ、ちょっと色合いが違うな。もうちょっと白い方がいいのかな。ちょうど12時前なので、ちょっと一回買い物したいなと。よし。あ、そうそう、コメントいただいて、ここの、待って、先に買い物しよう。ダメ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 。時間経っちゃうからね。さあ、ハロウィン的なものは、ひたすら、ちょっとお金がね、あれですけど、買えるだけ買っておきたい。これは？あ、これもハロウィン？え？ハロウィンだ。安いね、ハロウィンね。ありがたいですね。買います買います。もう1000円なんて悪いけど、ほんとお水みたいなもんよ。どういうことっていうね。はーい。あれ、これって買っ持ってないけど高いな。お前買うか。はーい。着替えるってどういうこと？何が変わった今。あ、これは買えないわ。ごめんなさい。はい、まあ。とりあえず今日もいっぱい買いましたね。うん。え、この横がね、ちょっと開きますよって。どれだ？ここ？これ違うよね。ん？あ、これ中かな？なんか気づいてなくて、そう、コメントで教えていただいて。トリート。あら、かわいい服着ちゃって。あ、これね。ほんとだ、36って。ずいぶん昔やん。全然着てなかったね。ああ。クラリスはわかるよ、私でも。ごめんね。なんか一生で、なんか出番ね、用意しなくて。ほんとごめん。謝罪はするわ、私ちゃんと。あなたが持ってる衣装の色や形の違うものを作ることができるのよ。それがちょっと魅力的じゃない？何でもできるのかな？ちょっとやってみましょう、一回。ちっちゃいわね。とてもちっちゃい。ラララ言うてるわ、ラララ。コーデから選ぶ。色が変えられるのはこれだけってこと？バリエーションもありません。穴雪とか。あ、本当だ、色がだいぶ変わりますね。なんかでも別に、そうね、そんなかな？ごめん。なんか、私のすごい好きな服のね、ビジュアル変えれますだったら、もうちょっと喜んだんだけど、その服似合ってないよ、あなた。大丈夫？ちょっと一回自分の店も覗いとく？多分売り切れてるから、余裕で。今日はどこ行こうかな。とりあえずちょっとストーリー進めたいんですけど、やっぱ平和的な場所に行きたい感もあるな。よし、これでいっぱい買えるぞ。もう買うことばっかり、ほんと。今日の流行、リル&スティッチ。マジ？ちょっと待ってよ。作れるわ、よかった。やっぱ流行をね、抑えていきますよ、うちの店は。ええー。はい。
やった。ジャックスパロを呼ぼう。マジか。ジャックスパロを呼ぼうはちょっと。なるほどね。え、ジョニーで来るってこと？そういうことよね。え、ジョニー？聞いてくれる、聞いてくれる。だか誰かのができた気がするんよね。あのカチカチの丸太が必要ですね。またね。全く起きてる？大丈夫？あれ今なんかさ出てた？出てる出てる。あれれ？あと1枚。あれれって言っちゃうとやっぱちょっとあの江戸川くんがね脳内よぎりますけど。自宅のベッドにちょっと行きたくて。うわかわいい。ちょっと待って、このさ、あ、そうそう、写真のね撮り方も教えていただいたのよ。ちょっとでもね、あ、本当は撮れた。おお。いや、このさお化けちょっといいね。あのなんかホーンデッドマンション味がありますね。デッドマンション大好きマンなんでね。これがね多分ほらやっぱあった、夢いっぱいのプレゼント、やりましょう。ミッキーでしょってなったらミッキー系の服を着たいですよね。ね、待って、これかわいい、これにする。ちょっとあのあれですね、またね BGM なりがちょっと変わってるかと思うんですけど、その辺はもうお許しください。はい、あれ、はい、また久々ですねこれ行くのね。あれこれってさ、一番最初に見たやつとは違う？そうだとは違うのかな？ぽくない？気のせい？何これ？はい、かわいい。はい、かわいい。ちょっと待って。ガイド、ガイドいらんね。はい、かわいい。冷静に落ちそうだけどね、ドナルド。かわいい。増えたよ。もう最高、ほんと。はっけよいよ。これででもさ、いいねが溜まっていくのもありがたいですよね。ミニーパイセン。あー、かわいい。どうしてって感じ。やっぱこれ見たことあるね。いいのよ、かわいいからね。うん。かわいい。なんか私がちょっとあれですけどね。なんか無理してる感は否めないですけど、
よいしょ。はい。いいんだ、ごめんだね。いや、かわいい。これでミッキーパイセンのところにね。あ、でも100ずつもらえんのもんな。なんか実はどっか触れるとこない？意外とない、意外となさげですね。そう、ここのねドナルドが本当に可愛い。これであのハロウィンなメニューをちょっともらいに行けるんじゃなかろうか。まあ、言うて、まあ、でも800あればまあまあまあ、ねえ。これやったことないやつやりたいな。でもなんかチップとデールとかもうちょっとで溜まりそうだもんね。よし。ではでは。そうね、プーさん行く？平和な場所行こうとしてる。プーさん行って、よいしょ。まあ、行きやすいっていうのもありますよね。あ、すごいすごい。実ってる実ってる。草がすごい。何事ってぐらい草がすごい。誰だ？もうちょっとやね。プーさんやりたいですね。ね。よし、やるぞ。僕も蜂蜜パーティーの準備をしようと思うんです。それであなたにお願いがあるんですが、僕は特別綺麗なアザミの花を集めてパーティー会場に置く飾りを作るつもりです。素敵です。そのアザミを集めるのを手伝ってほしいんです。アザミは僕の大好物なのでつい食べてしまうんです。その点あなたなら食べてしまうことはないですからね。もし気が向いたら引き受けてもらえませんか？多分気が向かないでしょうけど。任せなさいって本当に。アザミはさ、その辺に咲いてんのね。のでいいのよね。ん？待って、もうちょっとだよ。アザミ、アザミ。ふふう。アザミ、アザミ。アザミ。これじゃない？ほらね。アザミってでも1個でいいのかな？何個もいる？紫ばっかりよ。あ、これか。あった。誰か出てるよね、え、またピグレット？もうちょっとだ。ピンキーハニーっていうの初めて手に入れた。すごい。やった。あ、待って。ついに65枚ですよ。やったね。何これ、ミニーのお皿？ミニーのお皿？どういうことなの？何ミニーのお皿って。ちょっと行かなきゃ。
私はミニパイセンをやっぱり愛してるから。ありがとうございます。本当に特別大きくて特別綺麗なアザミばかりですね。あなたのおかげで綺麗なアザミが集まりました。きっと立派な飾りができると思います。それにあなたがとても親切な人で嬉しかったですよ。どうもありがとう。いや、こちらこそありがとう。イオンのおかげでね、65万になったようなもんですよ。パーティーの名前。またこれは後日ですね。プーさん進み具合遅いよね、私ね。もっとパッパパッパやりなさいって感じだけど。おお。普通に手に入りますね、ピンキーハニーとやらね。ああ、飾ってある。え、かわいい。これ。これ、イオが作ったとしたら、イオすごくない？プロ？プロだよね。お時間は何時なんでしょう。12時回りましたね。じゃあちょっと、アイテム見ていきますか。よいしょ。あ、ここに来てんの？まあ、かわいいって。揃ったー。揃いましたよ。次回あたり行きましょうかね。この後行ってもいいけど。なるほど、結構増えてますね。で、白雪さんとこも、あ、かわいい、井戸ある。へえ。デレラさんはね、あれなんだね、一つのシリーズに対しても色、ポット夫人。ポット夫人ありましたよ。え、かわいい、これ。ちょっとなんかね、作りたいの多すぎるよね。多すぎてちょっと困っちゃう。ほぼ作れないしね。あ、こんだけ。なるほど。トリックオアトリート。あ、トリックオアトリート、決まってる。すでに持っているピースだよ。え、でもレア手に入れれたの嬉しいな。季節に合わないもの売ってましたね、今ね。よいしょ。さあ、ハロウィンのものをよこしな。これは違いますね。うわ、かわいい。もらえねえ。かわいい。やっぱハロウィン最強説、やっぱ私は押していきたい。いや、わかんない。多分これね、クリスマスにも同じこと言ってると思う。え、クリスマス最強じゃないみたいな。ね、ちょっとちょっと、持ってるやつばっかりだわ。ん？これ何？あ、え？これぬいぐるみなの？あ、じゃあこっちこっち。違ったわ、そりゃそうだよね。ミニーのカゴバッグ見て私、え、ぬいぐるみなの？ってやばいよね。一瞬そう見えなかった？私だけ？ここのアイテムってさ、完全にランダムだよね。むず、全部集めるの絶対むずいよね。素晴らしいわ。素晴らしいわ。よし。野獣なコーデ。ナルドは何が増えたの？ああ、なんか、今増えるんだ、みたいな。ねえ、なんか。ピンクね。ピンクはちょっと違いますね。めっちゃ可愛い。
あとは、あ、プーさん増えてる、プーさん。あ、ピグレットね。あ、プーは可愛いですね。何も持ってないっていうね。正気私。そうだ、野獣野獣。いや違うの違うの、なんか野獣って言われたから私本当に野獣の姿かなと思ったのよ。そしたら野獣じゃなくてさ、王子様に戻った後やん。私戻った後はそんななんよね。さあどうしようかな。ドリームステージしてもいいけど、もう一個ぐらいなんか言っときたいっていうのもありますよね。キャッスルダンジョンエピソード4が解放されたよ。キャッスルダンジョン、そうだ、ミニーのやつ行かなきゃいけないんだよ私。何やってんのこれ。あった、ミニーのさ、ここか。行きましょう。もう今回これがメインですよ。だってミニーだもん。パイセのために私は戦いますよ。あー、かわ、目まってめっちゃ可愛くない？困ったわ。どうなされた？実は私この間お城の人たちにお料理を作って持って行ってあげたの。みんな喜んでくれて私もとても嬉しかったわ。でもお皿を返してもらいに行ったらなくなってて許せない。わけがお皿を持って行ってしまったそうなの。気に入りのお皿なのにどうしたらいいのかしら。安咲きにしてくるね、お化け任せて。あ、かわいい。お願いね。いや、ハロウィンの服かわいすぎる。いや、でもクリスマスも楽しみだし、もうほんと、どうしようって感じ。よし、ボコボコにするわよ、ほんとに。誰？泥棒誰？この野郎。泥棒。やだやだ。ちょっと痛いんですけど。この泥棒いた。痛い。ちょっと強くない？強いっていうか HP 多くね。難易度上がりすぎじゃない？なんかちょっと大丈夫？はい、あーしんどい。もっと技使っていいな。笑わないで。チャレンジなのね。うわーもう。ほら。いや、こいつはいいね。こいつは楽勝なね。あ、まだいっぱいいた。うそー。ちょっと待って、ちょっと待って、もう無理。このこいつら苦手すぎてやばい。ちょっとね、逃げないでよ。腹立たしい本当に。くそ、はい。こいつやばいな、HP。待って、増えてる。そんな増えないでよ。てか待って、あいつら倒さなくていいんじゃん。うわ、失敗した私。そうじゃん。うわ、バカ、私何やってんの。あいつだけでいいんじゃん、倒すの。最悪。あの、貝みたいなやつだけでよかったじゃん。なんか、ムキになっちゃったよね。
雪だるま嫌いすぎてね。くそ。強くない雪だるま。一番苦手だわ。またチャレンジね。何？ブロッカンってどれだ？あいつか。あー、なるほど。おい。あー、なるほど。うん。痛い。ボーン。ボーン。オッケー、強くね。ブロッカン強くない？ちょっと待って、回復、回復したい、回復。はい、はい、いや、ブロッカン。いや、誰って感じだけどね。あ、トゥインクルフラワーだって。なんですか？何ですか？誰誰誰？こいつ、この赤いやつね。はい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 。痛いんですけど。嫌な感じ。ほい。もう容赦しない。そんなトリッキーなの私が使えるわけない。何まだいんの？うわい、めっちゃいるやん。火力が足りないな。ちょっと待って、初めて力尽きたんだけど。ショック。なんかマジ力尽きるとかある？待って、難易度高いってここ。いや、まあ、私が下手なのもあるよ、あるけど、今までがちょっと楽すぎたのかな。なんかそれに慣れてるから、もうちょっとちょっとアクション性が求められますね、これはね。はいはいはい。わ、今後不安。ね、え、すべてのばけ。はい。ちょ、強え。待って、めっちゃ強いやん。はい。はい。まだ？どこ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 ？はい。増やすなよ。この野郎。ちょっと。最悪、本当。よし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 。いや、ひどいね。まれに見るちょっとひどさですね、これはね。ごめんなさい、ほんと。くそ。やっぱ私のアクションベタがね、こういうとこに出てきますね、ほんと。ボスだ。恐怖。恐怖、恐怖、どうしよう。俺。は？何を召喚しとんねんっていうね。
い。これあれかな、この貝倒してもあんま意味ない感じかな。なんかそんな感じするよね。いた、やめなさいよ。ちょっと待って、回復あったって。回復今そこにあったよ。拾ってくれると思った。優しい、ほんとこのゲーム。こんな何回も死んでんのにね、やり直させてくれる優しさに今私は感動してます。ほんとにありがたいですね。やっぱそのやめて、そのトゲトゲ出すの、そういうの嫌われるよあんた。ちょっと大丈夫、何の音、すんごい怖いんだけど。それ大丈夫、本当に痛いっつってんのよ。ちょっと待って、だから予感火がね、私できないのがね、ダメなのよ。これ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 、やべ、1個しかないもん。やだやだやだ、落ちた落ちた、よし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 、やだ。これよし、終わった。しんどかったです。なんだろうな、気持ちとしてはね、バイオハザードやってる方がまだ気が楽。なんかあっち死なないかなって、こっち、ちょっとすぐ死んじゃう。私が悪いんだろうけど、すぐ死んじゃうんだもん。もう、辛いわ、ほんと。私の皿見つかったかしら。何度か見つかりました、ほんと。3度ほど死にましたけれども、よかったです、ほんとに。みんなも来て喜ぶ、あなたのおかげね。ありがとう。あ、もう全然。ゆうたって本当に親切なのね。あなたのようなお友達がいてくれてよかった。あらあらあら。でもこちらこそ本当に。申し訳ないなって気持ちはすごいいっぱいあります、本当に。もうちょっとうまくやれたもんね。よいしょ。完成した。マジ？いい感じじゃん。次回2回やれるかもね。ちょっと買いたいんです、私。ナイトメアがあるよ。こっち買いに来たつもりだけど、ナイトメア優先だよ。てかこれ欲しくない？釣れる魚の種類が増えるんだよ。絶対欲しいじゃん。うわぁ、もうちょっと待って、ジャック全部買えない。くそ、まあ、今度買いましょう、全部ね。とりあえず、これまず、これめっちゃ可愛い。ラブ。可愛い。これ次回もあると私は信じてね。次回買います。この辺もね。これとかも完全にナイトメアだよな。あの月があって、あれで。ね、あそこでジャックが立っててね。最後のね、シーンのサリーが来るところが、ほんと大好きだったし。まあ、語り出すとうるさいんでね、あんま語りませんけど。ほんとに。ナイトメア語り出すとうるさいんだし。一生喋っちゃう、ほんとに。かわいい。めっちゃかわいいやん、キノピオ。キノピオ種類多いな。待って。これかわいい。これ正月に来たいですね。よし、ということで。よかったですね。今回はちょっとほんと戦闘面は最悪でしたけど、それ以外はまあまあ、ね。よし、ということで、この辺で終わりたいと思います。次回は、ドリームステージだっけ？あれをね、2回ほどやって、いいねを荒稼ぎしようかなって。思います。ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。